海浜の砂カリフォルニア州ピズモビーチから砂。砂は、採設物のうち、歴とシルトの中間のものを言う。岩石が風化、侵食、運搬される過程で生じた岩型や鉱物片などの採設物から構成され、産後、貝殻などの石灰質の化石片を含むこともある。砂漠、河川の下流、川口、海岸、海底など、 様々な体積環境下で観察される。また、岩石を人工的手段で破砕した、破砕物のうち、蒸気定義に該当する流度のものを指す場合もある。地質学の分野においては、砂は、流度、構成鉱物、円窓、生因、体積環境等で分類される。流形による分類では、以下のように細かく分けられる。粗砂とマナゴに分ける場合もある。 構成鉱物による分類では、主に石英、長石、岩型、有色鉱物に着目して行われる。構成鉱物の比率は、砂の供給源となった母岩を推定する上で、重要な手がかりとなる。量的に最も多いのは、石英で、次に、炭酸カルシウムである。山砂や浅サ、火山砂など、堆積環境や生因に着目した分類も行われる。 ブルキナファソで砂を使用する気投資。ありがとうございます。